皆さんこんにちは。トルコ在住の野中郁美です。今日はトルコの世界遺産の一つハットシャに来ています。ハットシャはチョルムにあるんですけれども、これは紀元前17世紀から紀元前3世紀頃までこの近辺で栄えたヒッタイト王国の首都だったところです。ヒッタイト王国というのは、まあ、私たち歴史でも、ね、勉強しましたけれども、鉄器、鉄の道具を最初に使ったところとしても知られています。また粘土板に刻まれたくさび文字でも有名です。約3800年前にこれだけの、ね、文明を持った人たちが暮らしていたということ自体がもう驚きですね。なんか文明って何だろうと思いますよね。なんか今進化しているのか退化しているのか、それすらもね疑問に思えるような感じです。ライオン像があるんですけど、これは、北側かな。で向こうが多分オリジナルで、これは多分ね再現してあるものだと思います。アスランカプ。イエルカプ行ってみましょう。ここはイエルカプというところです。南側にあるんですけども、この端から端までが250メートル、そしてこの幅がですね80メートルあるそうです。でこの80メートルのところにこの通路があって、まあ、トンネルのようになってるんですけども、この高低差もありまして、上から下まで約30メートルの、まあ、高さがあるそうです。中の石がもうほんと積んであるだけなんですけど、なんかあのね一瞬落ちてきそうな感じなんですけど、頑丈なんでしょうね。Thank you.
こちらは南側にあるイエルカプ、先ほど通ったあのね通路があるところの上にあるんですけれども、ここにもこう門がありまして、ここにスフィンクスがいます。これのオリジナルはボアズカレの博物館に収蔵されてるんですけども、もちろんこれレプリカですね。でもあのオリジナルこんな形であったというような風に見せてくれています。でスフィンクス顔は人間で、まあ、体はライオンで、こちらにはね翼がついてるんですね。でこちらにも翼があったと思われます。でライオンの尻尾があります。こちらの方のオリジナルは今、ボアズキョイの博物館の方に、収蔵されているそうです。やはりこう羽を持った人間の顔をした、まあ、あのライオンですね。スフィンクスと言われているものです。クラルカプス、王の門という意味ですね。こちらもまあゲートの一つなんですけども、あのまたレプリカにはなりますけれども、入り口のところに一つあのレリーフがあります。これね、なんかあの先日ちょっとドキュメンタリー番組を見ていたら、トルコのドキュメンタリー番組なんですけども、これあのカラギョズ・ハジワットという影絵芝居がありますよね。その、まあ、人形の形との共通点というのをなんかお話しされてたんですね。まあ、実際関係あるかどうかわからないんですけども、この横向きの顔とかね、特徴的ですよね。ニシャンテペ、ニシャンの丘って書いてあるんですけども、なんかね洞窟みたいのがあって、こうレリーフが前にあったようなんですけど、それがどこに今該当するかちょっとわからないです。今まで見てきたのが、まあ、上の町だったんですけども、一番下に降りてくるとここにも下の町があります。でこちらにはタプナック神殿跡があります。でこの神殿跡の前にこのライオン像のあるテクネと呼ばれるものがあるんですけど、テクネというのが何かというと、まあ、船とかって意味ではあるんですが、この場合神殿に入る前にその王様がね
まあ、手足を洗ったり、ここで清めるんですね。そのためのテクネというものなんですね。でライオンが2頭で、反対側にも2頭頭があって、真ん中がちょうどこう、なんでしょう、こう水が入るような場所になってて、でそこにお水が溜めてあったそうです。この一帯は一般の人が住んだところらしいです。でここで、まあ、食料を、ね、保存するような施設もあったようで、あそこに大きな亀があるんですけど、あれは冬なんかに食料を貯めとくための亀だったそうです。でここはまず最初にね、このハット社に町ができたのはこの部分なんだそうです。で、まあ、人口が増えて、まあ、場所が足りなくなったというので、さらにこの上の方に町が作られたそうです。ハット社の最大の、一番栄えた時の人口が多かった時がだいたい約3万人ぐらいだそうです。神殿跡にあったイエシルタシと呼ばれる大きな緑色の石、グラニットでできているそうです。別名願いの石と言われ、パワースポットとして知られています。紀元前13世紀にエジプトのラムセス2世からヒッタイトの太陽神アリンナに贈られたものだと言われています。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次回お会いするときまで、さようなら。